OSK カルチャラタン世界観5月の定期公演レディーレインの肖像。ニュー OSK の作品では珍しく主役は女性、女性が見て共感できる作品となったこのレディーレインの肖像、じっくりお楽しみください。時代を超えても心はここに留まり続けて、あなたを探す、愛することこの愛しさを忘れることなる。僕の夢に住んでる少女、白いドレス。時代は現代、桐生朝が演じるジェラールは時空を超えた恋をしているのです。どういうことかはこれからのお楽しみ。僕の愛しい電話は、いきなり連絡してきたと思ったら、いや、国立美術館で待ってる。ガチャン。今、国立美術館では白いドレスの女という絵画の肖像展をやっている。ああ、そうらしいね。その肖像画はね、元はヒルデブラント伯爵という人が描かせたものらしいんだが、盗難にあってね、幻の一品なんだよ。へえ。画家を夢見るジェラールの友人、クリスを演じるのは沢香凛。三枚目役を演じることになった気持ちは？クリスの役っていうのは私の中にあんまりない部分で、なので最初どうしていいのかわからなかったんですけど、どっちかっていうとね、私はね、キリュウの方がね、クリスのようなああいう面白いキャラっていうか元気なイメージがあって、だからキリュウさんですね、モデルは。お前だって同期の二人だけあって息の合ったお芝居で舞台を楽しませてくれます。美女、乗らないね、その手には。それにお前、前に言ってたじゃないか、よく見る夢に出てくる少女が白いドレスを着てるって。音もするとしよう。やったたまには芸術鑑賞も悪くないと。そう来なくちゃ、それじゃ。この番組は日立国際電機の提供でお送りします。クリス、夢の中の少女とそっくりだ。ヒルデブラント伯爵様、あなたをお待ち申し上げていたことでしょう。あなたが描かせてくださったたった一枚の私の自画像に心を移し、時を超え、フランツ、ヒルデブラント、私のフランツ。時は1831年、フランス。時空を超えたラブストーリーの始まりです。こんな朝は光の妖精がたくさん舞い降りて私に幸せを運んでくるのよ。レディー・レインっていう女の子がものすごくこう気持ちがコロコロって変わって、なんかこう自然をね愛したりとか、こう愛する人を愛したりとか、愛する喜びって奥深いなと、お芝居をしながらいろんなことを感じた作品でした。おてんばないとこ殿普段だったらなんていうんだろう、3枚目であったりだとかっていうのは多いんですけど、それがあってのこういう役っていうのはすっごい
緊張じゃないんですけど、イメージってあるじゃないですか、やっぱりそのイメージっていう、私に対して持っているイメージっていう部分をある意味覆したかったっていう、本当は3なんですけどね今日は私の友人の画家が来ている、後で君の肖像画を描いてもらおう。いいわ、フランツが望むのなら。その代わりワルツを踊ってくださる？必ず、約束するよ。素敵、大好きよフランツそのレディレインっていう女の子にものすごく魅力を私が感じてしまって、ぜひやりたいと思いました。一目惚れ私ね、泣いちゃったんですよ、台本を読んだ時に。涙ボロ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 出てきて、これは面白い、自分もその中のメンバーに入れてもらえたこと、すごく嬉しかったなと思って。